はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、振り返れば夏の呼びかけというストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけでこちらのストーリー2年生編の7月下旬となっておりまして、まあこの間見ていった小川原対本校の試合の後のお話になってると思います。はい、ということで、まあ夏大会のエピローグ的なね、感じになってると思います。で、遊び方なんですけれども、こんな感じで、あ、書いてますね。本校と小川原の試合が終了し、試合後お互いに言葉を交わし合う岩木と鬼塚。そして別れ際、鬼塚は今年で野球部を卒業する岩木に対しとあることを尋ねると。で、累積報酬は H のかけらやお小遣いもらえますよという感じになってます。なのでこのストーリーでもらえるシーンとか特にないって感じですね。うん、じゃあ、プロローグからもう早速見ていきましょう。さあ、ストーリー見ていくの久々っすね。鬼塚キリ、決勝戦頑張ってください。私たちは見届けることはできませんが。ん、今キリのスマホから音がしなかったか。あ、あれですね、前回の、最後の方こんなお話してましたよね。え、あれ本当ですね。 LINE の通知がで、これで千尋ちゃんからメッセージ来てみたいなね。カットプレイが甘い、2点目は防げたでしょ。キリ、あ、ありましたね。もうこれ全く一緒ですね、前のあの時のお話と。キリどうしたんだ。で、これでめっちゃ泣くっていうね。何か悲しいことがあったのか。まさか。いえ、違います、岩木さん。これは嬉し涙ですっていうところで終わってたんですよ、前回。はい、ということで、それの続きが見れるということですね。うん、ということで、そう、なんかね、前回あれこれで終わりっていう風に思ってたんですよ。なんか意外とあっさり終わって、もうあれか、次のお話行っちゃうかなと思ってたんですけど、ちゃんとね、その後のお話も作ってくれましたね。ありがとうございます。ということで、じゃあ第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。すいません、こんなところで泣いてしまってお恥ずかしいです。いやいや、恥ずかしがることはない。うちは嬉しいぞ、キリの思いがようやく千尋に通じて。そうやな、思い、そうですね。あの、ですが、なんと返信したらよいでしょうか。今までこんな LINE をもらったことがなかったので。何言ってるんだ、今千尋に心から言いたいことを正直に伝えればいい。そうですね。わっはっは、わかるぞ。うちも手紙を書くときものすごく悩んだ。文章で伝えるのは難しいものだよな。はい、はい、岩木先輩。お、翼、吹奏楽部の人が呼んでます。先輩も来てください。おお、ちょっと待ってくれ。すまん、キリ、ちょっと行ってくるぞ。申し訳ありません。は、はい、お引き止めして申し訳ありませんでした。今行くぞ。待たせてすまん。岩木先輩、こっちこっち。吹奏楽部来てくれてましたもんね、そういや。おお、みんな、吹奏楽部のみんなも。岩木さん、たった今有原さんたちにお礼を伝えていたところなんです。今日の試合を見てとっても元気をもらいました。急でしたが応援しに来て本当に良かったです。いやー、まあ、この応援でかかったっすよね。うん、うん、うん、お礼を言いたいのは私たちの方だよ。ですよね、岩木先輩。当たり前だ。今日は吹奏楽部のみんなの応援があったからこそ勝てたと言ってもいいくらいなんだからな。ふふ、そう言ってもらえると私たちも嬉しいです。特に岩木さんにはこれまでコンクールがあるたびに応援してもらってたので、その恩返しですね、みんな。はい、岩木さんは貯水南水産にとってかけがえのない応援団長ですから。うん、吹奏楽部だけじゃなく全部の部活のね。そういや、なんかそうでしたねいろんな部活の応援しまくってるっていう設定でしたねそれにしても岩木さんが代打で出てきた時、かっこよかった。マウンド向かわんかった、大丈夫うん、うん、私たちもコンクールに向けて頑張るぞって気合い入ったよね。何何、そうか、
今みんなコンクールを控えてるのか。はい、本番は秋ですが、もうすぐ合宿も控えて猛練習の真っ最中です。そうか、毎年吹奏楽部の合宿には応援しに行ってたんや。こいつすごいな応援しに行っていたが、今年は練習に忙しくてすっかり忘れていたぞ。よし、それならうちがここでエールを送るぞ。今日の応援の俺だ。フレーフレー。お、どうした？って翼よ、何をしてるんだ。みんなも吹奏楽部の健闘を祈って声を揃えて応援返しをするぞ。は、はい。めちゃくちゃ応援してる。フレーフレー吹奏楽部みんなでやってる。キリ、もうすぐ海洋対光月の試合始まるよ。あ、本校が先やったんか。試合的にはお話的には逆でしたけど、時系列的には本校対小川原が先で、光月対海洋が後やったんですね、これ。はい、今行きます。何見てたの？ん？貯水南辻さん、岩木よしみさんだっけ。キリの友達なの？ええ、友達と言ってもいいのか分かりませんが、私を勇気づけてくれた恩人です。あ、恩人に変わったよ。ちょっと迷惑人やったのに最後の最後に恩人に変わりましたね。これは良かった、ほんまに。そうなんだ、それは友達だよ。そうなのでしょうか。それにしても岩木さん、私たちだけではなく、もっとたくさんの人を勇気づけていたんですね。あの人っていつも大きな声を出してる人だよね。はい。でも3年生なんだっけ。今年で引退？まあそうなるよな。寂しくなるね。私もあの人が出てくるとなんだか圧がすごいし、絶対負けないぞって気合が入ったのに。引退？おい、そな引退ちらつくよな、どうしてもな。はい、ということで第1話見ていきました。ということで、今回ね第3話までしかないんですよ。意外と短いですよね。なのでこの動画で全部見ていくんですけど、結構なんかあっさり終わっちゃいそうですね。うん、ということでじゃあもう第2話見ていきましょうか。8月のシンデレラ9、間もなく本日第2試合、海洋高校対光月高校の試合が始まります。よーし、決勝戦のために一瞬も見逃さないぞ。全部持って帰ってやるんだから。わっはっは、その息だっつばさ。うちもこの一戦を見て決勝戦のパワーに変えてやる。整列レイ、よろしくお願いします。わあ、さ、熱気すごかったもんな、海洋対光月の時の。おお、すごい歓声だ。本当ですね、予選からどんどん観客が増えていってる気がする。そうだな、去年の夏大会とは比べ物にならない。やっぱすげえよな、放送もされてるしな。うん、テレビでやっぱり野球というのは最高だな、翼。選手一人一人の思いがどんどん大きくなって、こんなにも大勢を巻き込んでしまうなんて。思えばうちも巻き込まれた側の一人だったな。巻き込まれた側？そうだぞ、最初は応援団としてこの野球部に入ったつもりだったがそういやそうでしたね、まだ応援してやるよみたいな感じで入ってきたのに、いつの間にかもう代打で活躍してるからな。翼やチョスの熱に押されてどうしてもプレイしたくなってしまった。今となってはいつの間にか選手として野球が大好きになってる。ここに集まった人たちと同じでな。あ、ちょ、しんみりしてるやん、岩木先輩。あ、泣いてるやん泣くな泣くな。おお、よい翼、何をうるうるしている。試合を見逃さないって言ったじゃないか。だってみんなに野球を好きになってもらうことが私の目標の一つだったので。あ、そういやそうでしたね、岩木先輩にそう言ってもらえて本当に嬉しいです。バカ者、涙は優勝した時に取っておけ。う
そうですよね。はい。わっはは、急に笑うやん。お、そしてキリちゃん側、一応試合見てってんかな。岩木さんと野球で一戦を交えることができたのは今日が最後のチャンスだった。それなのに私は岩木さんのことを信じないで最後までひどい態度で。キリ、そんなに暗い顔してないで、ほら試合見るよ。キリ、もう一度岩木さんと野球がしたい。ほう。そして海王対光月の観戦を終え、行くわよ。1、2、3、よし、みんな揃ってるわね。それじゃあバスに乗り込みますよ。ふう、素晴らしく熱い試合だった。あー、早く決勝戦がしたい。待ちきれないぞ。これってもう明日なんかな。1日ぐらい空くんですかね。これどうなんでしょうか。岩木さん、叫んでないで、ほら出発しますよ。うむ、今行きます。木さん、ん、今誰か呼んだか。岩木さん。お、それでこのシーンってわけですね。待ってください、キリ。一体どうしたんだ。すいません、突然呼び止めてしまって。でもどうしても聞きたいことがあって。聞きたいこと。はい。あの、岩木さんは卒業したら野球はやめてしまうんですか。そやな、それはね、僕たちも気になっております。はい。ありがとうキリちゃん、聞いてくれて。というところで第2話見ていきました。はい。というところで、まあやっぱりこの卒業してからどうするのかっていうのは僕たちも気になったところなんで、よく聞いてくれたなという感じですね。キリちゃん、ありがとうございます。はい。ということで、じゃあラスト第3話見ていきましょう。さあどうなるんですかね。8月のシンデレラ9。いや、続けてほしいけどな、どうせなら。うちは市営バスで合宿所に戻るから先に帰っててください。あんまり遅くならないようにね。あ、ノコってちゃんと喋るんや。なるほどね。すいません、またお引き止めしてしまって。いや、いいんだ。うちはキリが話したい時にはいつだって聞くぞ。なんて言ったって友達だからな。おお、友達って言ってくれた。ありがとうございます。だが卒業してからも野球か。考えたこともなかったな。翼にも話したが、うちはもともとこの野球部を応援するために入部したんだ。まさかその時は夏大会に出場するなんて想像もしなかった。やっぱり岩木さんはすごいですね。岩木さんは本当に多くの人の背中を押しているのだと思います。私もその中の一人です。そんな岩木さんに今まで私はひどい態度をとっていました。でも今はどうしてももう一度岩木さんと野球がしたいと思ってしまっています。友達としてもう一度。来年にはきっと元気になっている姉も一緒に。あー、そういうことか。なるほどね、ここで約束するんや。で、まあちょっと俺たちが忘れた頃ぐらいにストーリーまた来るんじゃないですか。千尋とキリと3人で野球か。それは最高だな。はい。はい。だがキリがそう思ってくれたのはうちだけの力じゃない気がするな。うちは野球の力なんじゃないかって思うんだ。9回表でうちがホームに走ったあの場面覚えてるだろう。お、そしてこのシーンですね。いや、このシーンかっこいいよな。走ってる間は見えるはずがないのに、なぜかセカンドでキリがボールを取ったのが分かった。いや、このシーン UR にしてほしかったなってちょっと思いますよね。うん。届けってものすごいパワーでボールが飛んでくるのが分かったんだ。だからうちも全力で走った。千尋に届け、うちらの全力のプレーが千尋に届けって思いは本当に届いた。なあキリオ、
信じられるか？うちと千尋が出会った時、その時は二人の間に野球なんかなかったんだ。だが野球と出会って、うちとキリと千尋をつないでくれた、これを野球の力と言わず何と言うんだ。確かに。そうですね。本当ですね。だからキリと千尋とうちで野球ができたら、なんだか運命のような気がするな、うん、よしキリ、約束するぞ。お、どんな形になるかわからない。もしかしたらまた試合相手かもしれない。だが3人でグラウンドに立つこと、もう一度キリと野球をすること、必ず叶えよう。岩木さん、そう言っていただけて安心しました。本当に本当に嬉しいです。うちも嬉しい。こんな嬉しい日他にないくらいだ。ところでキリオ、千尋にはなんて返信したんだ？あ、そうですね、それは気になりますね。それは、千尋、もうすぐ空港に着くからな。お、父。あ、ん？どうした？止めて。止めてってなんだ？もしかして忘れ物か？お願い、ここで止めて。何かと思ったらグラウンドが見たかったのか。千尋、転ぶと危ないわ。ほら、肩貸すから。大丈夫、一人で歩けるから。さあ、千尋はどう思ってるんですかね。ピコン。お、ナインが来たよ。キリ、今頃キリもグラウンドを出た頃かな。いや、本当にすごい試合だった。それにしてもキリも千尋も本当に野球が好きだよな。別に好きじゃないわ、嫌いなくらい。だって来年は必ず勝つ。だからまた野球を教えて。野球はちっとも一人にさせてくれないから。なるほどね。はい、ということで第3話見ていきました。いやー、いいじゃん。ということでですね、見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。いやー、いいっすね。もう一回あの岩木先輩と千尋で出会ってほしいな。ちょっとそこの絡みちょっと見たくなっちゃいましたね今、うん、ということで、いやー、でもまあ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 良かったんじゃないですか。うん、そしてまあね、千尋ちゃんも勇気づけられたというか、まあそういうのもあると思いますし、で、なんやかんや友達と言っておりましたね、さらっと岩木先輩が。なのでまあ今後も何かしらで関わりがあるんじゃないでしょうか。でまあいつか3人で野球をするっていうね、いう夢もね、できましたので、まあなんかいつかね、また急にそのストーリーがポンってね、出てくるんじゃないでしょうか。ちょっとそれ楽しみにしときましょう。はい、ということで、いかがだったでしょうか。皆さんもね、よかったらあのコメントね、書いていってください。はい、ということでですね、今日見ていったストーリーのこのシーンね、ありますよね。このシーンね、あのスカウトに来てるんですよ。はい、ということで、8内プリンセススカウトブルーム来ております。ということで、こんな感じで来ておりまして、今日おはがちゃしたんですけど出ませんでした。はい。いや、おはがちゃマジ出ないですね。まあ UR なんでね、なかなか出にくいところはありますが、うん、でやっぱね、このあかねちゃん欲しくて、僕あのおはがちゃやろうと思ったんで、ちょっとあの優勝スターね、ゲットしてやってるんですが、まあなかなかこっちも出ないですね。うん。という感じで、まあね、8内もしっかり楽しんでおりますよという感じでございます。はい、ということで、これからもね、8内動画続けてまいりますので、これからも見てくれると嬉しいでございます。はい、ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッター見てます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョセミラミスイさんのチョスでした。バイバーイ。